こんにちは、ノブ吉岡です。ノブジャイブファミリージャイブ動画講座始まります。本日のテーマは、初級者ジャイバーさん、ジャイブどうしたらいいのっていうちょっとね、動画です。で、今回は2つの動画を、お見せします。そして1つ目の動画はまだアドバイスをする前、まあこれは同じ日なんですけどもね、アドバイスをする前、ジャイブある程度内傾取って少しずつ回れてきたっていうねことで、次の動画はアドバイスの後に撮った動画です。ちょっと違うんですね。どこが違うかっていうところをね、どんなアドバイスをしたのかっていうことで、ちょっと見ていただきたいと思います。アドバイス的に、ワンポイントでアドバイスをした、もう一言です。一言言った言葉っていうのは、腰から下を使って膝でボードを回す、腰から下でボードを回すようなイメージにしてください。ただこれだけです。他のことは何にも言ってません。手幅がどうのこうのどうのこうの、っていうねことは言わないで、腰から下でこうボードを回すイメージの、腰から下で膝でぐーっとボードを、レールを入れるイメージにしてくださいっていうね、アドバイスをしたっていうところなんですね。それだけで、見た雰囲気変わります。でもこれをしっかりと体に落とし込んで、それが本当にもっともっと膝と腰からしてぐーっとボードを回せるイメージにすると、ボードってのは本当によく回り始めます。まあその後のステップはまたいろいろとあるんですけども、今この段階ではそういうことを言った。そしたらボードが回ってある程度の形になってきた。でまた次のステップっていう形になります。まずね、アドバイスする前のガチガチの、ジャイブをちょっと見てみましょう。セール的には 4.5、ボード8リッターですね。まだまだジャイブ初級者です。まだ半年ぐらいかな、ジャイブができるようになってきてね。おっと落ちたーって、もう一回見てみましょう。ぎゅっと来て、ぐぐぐーっと来て、ぐーっと、うわー、上半身力入ってますね。内傾は取ってるんだけど、膝が硬いっていうところだと思います。はい。で、ちょっとね、解説してもらうと、こうね、膝こう曲げてます。キュッキュッキュッ、お、レール入ってる。お、内傾はちゃんとね、取ってますね。内傾のトリプルはいいです。ボトムもちゃんと見えてます。ね。ただ、こう見てもらうと、なんだろう。硬いんですよね、上半身がね。まあ、目線とかいろいろとありますけどもね、手幅とかありますけども、それあんまり関係ない。膝がちょっと硬いんですね。ぐっとね、まあ、ある程度ね、こう、ボードを回そうと思ってね、腰はこっちに向いて、こう、ジャブの出口に行ってレールを押してるっていうことね、は、ね、内傾、ないでも内傾がちゃんと取れてるんですね。で、この辺でもう膝がガチガチに硬くてっていう形になってます。で、膝が立ってしまって、最後は膝が立ってしまって、内傾は取ってるんですけどね、この内傾に膝がついてくれば本当は完璧なんですよね。で、ここでも完璧にボードが回らなくなった。っていう感じ。もう膝が伸びきってますからね。そして、ほら、もうフラットになっちゃうけど、これ以上ボードが回りません。セール返そうと思ったら、ボコーンと上がって、ボードが結局回らずに、セールが取れなかったっていう、ちょっとこれ、動画ですね。で、次に、アドバイスの後、変わった。もう劇的に変わったわけじゃないですよ。でも、こう、少し変わってきた。でも、ここなんですよね。少し変わることが重要なんです。劇的になんて一瞬で変わんないです。少し変わる。その少し変わったっていうポイントは、アドバイス的に言うと、腰から下でボードを回す。膝でボードを回すイメージ。っていうことをちょっとお伝えしました。じゃあね、アドバイスの直後の動画もちょっと見てみましょう。ゆーっと来て、ぐーっと来て、ボード回ったじゃん、みたいな。ね、こんな感じです。じゃあもう一回見てみます。ぐーっとして、ぐーっとして、ほら、ここからぐっとボードが回るんですよ。ね。で、もうちょっと本当は回ればね、タイミング的にはベストです。でもね、なかなかね、すごいんですよね。これ本当に、ね、半年ぐらい前から、しっかりしたボードコントロールが、ボードっていうかプレーニングができてきて、でも80リッターですからね、これ乗ってんのね。で、4.5 です。まだ、どうだろう。経験的にはめちゃくちゃ浅いんですよね。ここ最近、ちょっと風に当たって練習ができてるって感じになりますので、そんな感じ。で、じゃあここでね、ちょっと解説していきましょう。まずね、ちょっとね、ほら、膝の曲がりが少し良くなった。前の動画に比べると。ね、ここで。で、レールいるぞっていうね。でもちょっとまだかなっていう感じなんだけども、腰から下で回す。腰から下で回す。腰から下で回す。だからちょっとこう何腰から膝を曲げようとしてるんで、こうちょっと重心が低くなったんですね。もっと高かったですね。もっと肘を曲げて、ぐーってセールにほぼ、セールで回そうっていうイメージの、この上半身の使い方から、下半身で回そうっていうだけで、下半身にこう、
なんだろう、ポイントが下がるんですよね。結構最初のジョイブ初級者に、まあ、大体見て教えてると、大体セールをコントロールしようとして上半身が 90% くらい力が入っちゃうんですね。腰から下でボードを回せって言った途端に腰が、腰から下が、50ぐらいなんですね、その、ワンポイントアドバイスで、そしてもっともっとこう膝を曲げてやるっていうと、これが上半身30、下半身70、上半身20、下半身80っていうふうにだんだんなってくる。そうすると上半身に力が入らなくなって、下半身膝で曲がろうっていう感じで膝が曲がってきて重心が下がるんですね。だからブームの上に、頭がすごいあったのがだんだん下がってくるっていうのは、この下半身重心、腰から下でボード回してください、膝を曲げて、膝でぐーっとボードを押すイメージっていうことで、もうこのくらい変わっちゃうんですね。もう本当にもうアドバイスとしたすぐ次ですよね。まあ後半ちょっとまたね上がっちゃいましたけどもね、でも入り的には、でもここでほらもう一回レールが入れることができたんですね。下半身重心、上半身で力が入らないということだけで、こういうふうにボードが回せる。でランニングを超えましたね、完璧にね。そしたら今度はセールをこうね、返すときにほらセールがだいぶわあほら返せるようになって近くなったね、終わったね、これでもうほぼ成功に近い。まあ、この人は落っこっちゃうんですけど、この後落っこっちゃうんですけどね、でももうセール取れてますからね、ボードもちゃんと回ってます、ランニングを完璧に超えてます。もうこのくらい変わっちゃう。ワンポイントでアドバイス、腰から下でボード回せ、膝で回せ、そして膝でレールを入れるイメージ、グッとで内傾はねもう最初から少し取れてますんで、そのイメージでいいんですよね、だから腰から下でボード回す。そうすると今まで 90% でのがセールでこうやって回そうとして 90% 上半身に力が入ってたのが腰から下で回してくださいっていうだけで50-50になった。多分この次やった時には多分腰から下で膝曲げてね、しっかり腰から下でボード回せっていうと、多分上半身が30、下半身が70っていうイメージにどん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 なった。そうするともっともっとこう膝が柔らかく使えて重心がスーッと落ちていくんですね、いうことですね。今回のアドバイスは、腰から下で、ボードを回せっていうだけでこのくらい変わってしまったっていうことですね、はい、そういうことです、ね、ここはこれね、ほら上半身も肘曲がっちゃって、マストで肘がギュンって曲がっちゃって、セールのパワーでこうなんていうのかな、上半身重心で、ボード回そうなんていうね、そうするとボードが回らないのでもう全然取れないっていうことになってたのが、今度は腰から下でボードを回せという一言のアドバイスでぐっと膝曲げて、ほら重心下がった、おお下がって下がってる、お腰から下で回そうとしてますよね、完璧ね。そうするとランニングを超えちゃうんですよ、実言うと重心がずっと低いじゃないですか、ね、これでも50-50ぐらいですけどね、これが上半身30、下半身70、上半身30って上半身のイメージはもういらないです。下半身で下半身で腰から下でボード回そう、腰からボードしましょう、膝をしっかり曲げて回そう、そして内傾を取って腰から下で回そうっていうイメージを作れるだけでボードがランニングを超え始めるんですね。そしたらセールを返した時にセールが取りやすくなるんですね。もうあと20度、15度、20度ボードがキュッと回ったら今度はセールが取れるようになっちゃうね、簡単に取れるようになる。そうすると成功確率が今までは10回のうち1回だったのが、10回のうち3回、4回っていうどん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 確率が上がってくるとね。この時にボードが回らないとね、ダメですからね、で下半身で回す、上半身で回そうとすると大体もう超テールジャイブのグイッという回し方になっちゃいますので、どうしても、セール取ることも、ボードは回るんだけどそれで取らないとかね、回りすぎちゃったみたいな、ね、ことになります、ね、回りすぎるってのでもね悪いことじゃないんですけどね、そういうことです。で今回のアドバイスは腰から下でボードを回す、上半身の意識はなくして腰から下でボードのレールを入れて回そうというたった一言でこのくらい変わるということです、だから本当にこう私がよく言うね、ボード 100% のイメージでジャブしましょう、プレーニングジャブ最初はね、最初はまあ本当にそういうことなんですね。でどうしてもね、あのウィンドサーフィンの場合はセールを使いたくなっちゃうんです、セールついちゃってるもんだから、でセールのパワーで走ってセールのパワーでこう何でもできてしまうんで、どうしてもジャブの中でもセールのパワーを使おう、セールのパワーを使おう、セールをどうしよう、セールをこっち入れろ、セール向こうやろっていう、もうセールの意識が強すぎちゃうんですね。そうすると初級者ジャイバーさんの場合
こうセールに上半身に力が入っちゃって腰が浮いてしまってレールを入れても途中までしか入らなくて途中でランニングでフラットに戻ってボードがそれ以上回らない、セール開始してもセールが取れない、セールがあっちの方で回ってしまうということになる。これ実言うと上級者の方でも結構あるんですよ。ある程度レールが入ってきた、じゃあ今度はじゃあホワレキしてセールをこう使おうと思った途端に内傾レールが緩んできてランニングぐらいでボードが止まって、せっかくマスが少し前で始めたのに意味のないジャイブになってくるっていうのが結構あるんですね。基本的にはセールっていうのは、ウィンドプレーニングしてジャイブするときにはセールのイメージよりボードと体のイメージですね。上級者の場合はね、体が前に出るからセールが前に出るっていうイメージなんですね。まあこれは余計なことっていうか、初心者には関係ないですけど、これは上級者ついでにちょっと話してるんですけども、体が倒れ込み内傾で前傾するからセールがそれにつられてセールもマストが前に出るっていうイメージなんですよ。セールを出して、あ、なんだ、ホアレキさせようっていうイメージだと、これ最初ちょこっとはいいんだけど、その後ジャイブの進化は全くなくなっちゃうんですね。結局ちょっとテール寄りに重心がかかってしまいますので、そのイメージだと結局せっかくねマストが前に出ても失速してしまったら全く意味がない、ジャイブなんてね。それだったら普通のノーマルジャイブで失速しない方がよっぽどいいわけですね。だからそこのイメージを変えてあげないと、ホアレキジャイブ練習する人は、ね、とにかく体が前に出てそこにあっと気づいたらセールが前に倒れてたっていうぐらいのイメージで練習してください。最後ねこれ上級者さんに、ちょっとしたコメントです。本日のテーマは、下半身で腰から下でボードのレールをして回そう、そっちにほぼ 100% ぐらい集中して、腰から下にグワッて、そして柔らかくこう回してあげるっていうイメージにレールを入れて回そうっていうイメージにしてください。そうすればね、ランニングを越えてセールポンと返したら、スッと取れちゃうっていうことなんですね。本当に今回ね、初級者、じゃ本当に初級者なんですよね、まだね。本当に初級、もう最近プレーニング、いい感じでできてきたぞっていうぐらいで、でもう80リッター乗ってますけどね、本当にね、若いってことは素晴らしいことだと思います。そして、4.5 の強風の中で、ジャイブが成功し始めちゃうということになっちゃうわけですね。ぜひね、これからもう3月、2月、3、1月、2月、3月になった時のね、彼の姿を、勇姿が、どんな風になっちゃってるんだろうみたいな。もしかしたらものすごいフォア歴してるかもしれないし、もう確実性の高い、もう綺麗なノーマルジャブしてるかもしれないし、それはね、楽しみにしていてください。本日のテーマ、腰から下で、ボードを回す。ということのテーマでした。本日も、ご覧いただきありがとうございました。